なんかさ、タートルネックがさ、絶対こうなるんだけどさ、首の長さが足りないってことかな。なんかうまく着れないんだよね、タートルネック。絶対こうなんの。私の着方がおかしいだけかな。そう、タートルネックさ、実はさ、首短いくせにさ、タートルネックめっちゃ好きでさ、そう、あ、来た、来ました。そう、めっちゃさ、タートルネックかわいいじゃんけどさ、首がさ短いからさ、そう、あんまりあれなんだよね、多分合わないけど着る。こんばんは。今日雨も降ってて寒かった、寒かった今日。こんばんは。寒いね、夜はね、特にね、寒いよね。寒いね。こんばんは。いや、なんか寒いんだけど、まだ多分寒くなるよね。今日はなんか雨降ってたから寒いみたいな感じだったから、昨日めっちゃ暖かかったし、だからさ、これからまだ寒くなるって考えたらすごいやだ。こんばんは。こんばんは。あ、ギフトありがとうございます。ありがとう。猫、そうだ、背景変わってるわ、今気づいた、気づいた、変わってる。こんばんは。やっほー。こんばんは。ギフトありがとうございます。サッカー見てる？見てないです。でも今日日本やるんですよ。なんかどこだっけ、ドイツだっけ、見た見た、なんかなんだっけ、どっかがどっかに勝ったっていうどっかがどっかに勝って、すごいなんか盛り上がっちゃってるみたいなのは見ました。ほんとそれぐらいしかわかんない、見ないです。でも早く寝たいので明日ちょっと大事なお仕事の日なので早く寝ないとって感じなので、今日は早く寝ます。こんばんは。あ、そう、サウジアラビアかがアルゼンチンに勝ったんだよね。そうそうそう、しかもアルゼンチンがなんか強くてっていう話ですよね、確か。なんか優勝候補だったみたいな。すごいね。こんばんは。あ、逆転なんだ。なんかサッカーってさ、なかなか点入んないじゃん、なんか見てて思ったんですけど、この間も。だからずっと見とかないとさ、いつ入ったか分かんないからさ、逆に。そう、だからメッシはさすがに知ってるよね。メッシはわかります。でも顔がちょっとわかんないかも。
わかる。でも名前は知ってます。こんばんは、ギフトありがとうございます。小学何年生だったかな。すごいなんかさ、サッカー、やっぱ男の子ってサッカー好きだからさ、そうクラスの男の子とかよく見てサッカーみたいな感じだった。私なんか習い事でサッカー習ってる子とか多かったかも。女の子でもなんかサッカー習ってる子とかいたしさ。そう、すごいすごいよね、そんなサッカー。サッカーでもなんかもう難しいですね。なんかいろいろ見てる方も難しいし、なんかやってる方も難しそう。こんばんは。寒い。小学生の時何してたの？え、何してた？何もしてなかったよ、小学校の時。ただ習い事すごいたくさん習ってたから、毎日習い事何かしらやってたかな。毎日何かしら習い事してましたね。こんばんは。だからなんか小学校の頃とかあんまりお友達と遊ぶとかはしてなかったかも。毎日なんかやってたので、だからあんまり遊んだっていう記憶がねない、小学生の頃は。何習ったかな。チアと体操とそろばんとくもと水泳とくらいかな。くも行った、今私くもも習ってたか。でもね、全部ね同じタイミングで習ってなかったんですよ。誰かやめてやってみたいなの繰り返してたから、ほんとね、結局はでもチア体操が一番長かったかな。6年7年ぐらいやってました。こんばんは。泳げるの？いや、今立派な金槌です。全くです、泳げません、ガチ無理で。プール入れないもん、入りたくないっていうあれなんですよ、もうもはや。だからね、やってない。でも何年も入ってないです、プールは。入りたくないので。プールっていう場所がもうなんか苦手。そう、立派な金槌やらせていただいてますね。足指はやってなかったな、やりたかったんですけど、あのね、妹はやってたかも。ゆずはねやってなかったです、習字は。でも習字正座するやん、痛そうだよね。痛そうだよね、それだけだけど。こんばんは。なんか水に入るっていうのがもう嫌なのでやりたくないです。正座はしたくないのでね。やんないです、極力。極力というかやんないです。こんばんは。寒い。さっきまつげ見て、あみちゃんから借りたんですよ。まつげ、まつげじゃない、マスカラ。そう、ゆずがねずっと欲しかったやつね。そうそう、見て、
させてくれた。めっちゃいい感じだった。買っちゃった今日買っちゃった。こんばんは。今日買っちゃった。そうでもね、欲しい色が売ってなくて仕方なく違う色買ったんですけど、そう本当はね黒が欲しかった。こんばんは。寒い。やっほー。こんばんは。今何時？半に終わろうと思ってるんですけど、14、あと半分ぐらいか。マスカラって黒以外にもある？ありますよ。透明とかもあるし、グレーとかブラウンとかブラウンブラックとかいっぱいあります。あと赤とか緑とか青とかいろいろありますよ。マスカラは黄色とかもある。夏とかになるとやっぱり色とかつけてる人とかいっぱい見かける。あと秋とかだとボルドーっぽい赤、深い赤みたいな色つけてる人とかいたり、いっぱいですね。こんばんは。そういうの鈍感だからダメよね。でもさ、お互い様じゃない知らんけど。いやそりゃ興味ないでしょ。だって私だって別にさ、男性の方とかがすごいかっこいいと思う車とかさ、まあ、バイクとかさ別に興味ないもんそれと一緒ですよ。やるのとやらないのとお互い様ってことで申し訳ないけどね。まあでも無理してそんな詳しくなろうとしなくてもいいんじゃないかなとは思います。なんかスポーツカーとかさあんまりわかんないから、そういうのは。こんばんは。なんかもう寒い、足が寒い、冷たい、足の先が冷たすぎる、寒い。そういうことか。気づきたい。なるほど。それはちゃんと見てたら気づくと思います。わかんないけど。めっちゃ見てたら気づくんじゃないですか。わかんない。でもさ、なんかさ、気づく気づかないのさ、レベルがあるじゃん。なんかカラコン変えたんだよねとかわかんなくない？なんかメイク変えてみたとかならなんとなくなんか今日違うなとか思うけどさ、今日コンタクト変えてみたんだよね、わかんないよねさすがに。とかなんか前髪数センチ切ったとかさ、なんかわかります？そのちょっと短くなったかなぐらい、なんか数センチとかならさわかると思うけど、なんか何ミリとかわかんないじゃんね。ちょっとカラコン大きくしてみたとかさ、わかんないよね。いいんだよ別にわかんなくても。さすがに髪の毛切ったら気づいてほしいけど、ゆずもそんなに、でもなんかそんな細かいところまで逆に気づかれてもちょっと怖って思っちゃうかもしれない。間違い探しレベル、いやほんとそう。
間違い探しみたいになっちゃう。まあ人によると思いますけど、思い方は。ゆずは別にそんなになんかめっちゃ気づいてくれないと嫌だみたいなのはないです。そんなのいちいちやってたら疲れちゃいそうじゃん。だからこんばんは。今日はちょっと雨に濡れたから髪の毛がねボサボサなんだよね。そっから直してないから、ちょっとなんかやればよかった。こんばんは。指輪とかつける？指輪はつけないですかね。一時期すごいハマってたけどね、今はあんまりつけないかな。つけるときはつけます。でもつけてないけど持ってはいるって感じ。そう、アクセサリーポーチみたいなのがそうあって、それに全部入れてるんだけど、自分がつけそうなものとか、なんかなんていうの、今日つけよっかなっていうノリです。いつもノリで全部決めてます。あんまりでも欲しいなとは思うけど、でもすごい高いのとか一個欲しいよね。すごい高いのだったらさ、あれじゃん、なくさないように絶対気をつけるじゃないですか。そうだからいいなって思う。こんばんは。みんなサッカー見るんですか？でも結構ツイッターとかでさ、トレンド入りとかしてるよね。この間なんかアディショナルタイム14分みたいなトレンド入りかなんかしててさ、何事って思ってた。大変そう。でもなんかルール分かったら分かったら楽しいんだろうな、見るの。日本戦は見る、ミーハー。私も割とミーハーです知り合いカタールまで行ってる。本命だな。本当に好きですね、サッカー。すっご現地まで行っちゃう。生成されたら見るのやめる。なんかでも分からなくないけど、ちょっと見たくなくなっちゃうよね。わかる。なんかってなる。
サッカーってさ、1点入れられちゃうとさ、追いかけるの大変じゃん。なんかバスケとかだったらさ、別に入れられようがすぐ追い返せちゃうから。サッカーって1点が大きすぎて怖いよね、見るの。わかるよ、とてもわかります。野球とかもね、まだわかんないしね、どうなるかが。スポーツのなんか全部曖昧なんですよね、ルールの理解力が。全部わからん。全部ね、全部わかんないの。このスポーツだけルールめっちゃわかるとかもないし、全部ね、同じぐらいわからんし、同じぐらいなんか知ってるみたいな感じ。そう、全部わかんない。こんばんは。バスケね、バスケはね、バスケも分からんのよね。やってたけどルールなんかちゃんと理解せずにやってたから、なんじゃこりゃって思いながらやってた。わけ分からん、難しい。そう、細かいのバスケ難しいよね。なんかさ、なんなんと思ったルールがさ、なんかゴール下のさ、なんか台形みたいなとこにさ、何秒以上行ってはいけませんみたいな。別に行ってもよくない？なんで行っちゃいかんの？っていうのとかさ、そう、ファールとかもさ、なんか手が当たってましたみたいな。手当てぐらい当たるっしょ。わからん。なんかトラベリングとかならまだわかるんだけどさ、そう、細かすぎる。なんでいちゃいかんのね。別にいいじゃん、いたって。いちゃいけない理由教えてほしい。トラベリングが分かりやすいじゃん、あ、今ってなるけど、そう難しい。ゆずこさんってどうしました？フリースロー得意ですか？フリースローは得意だったかな、シュート得意だったんですよ。そう、ドリブル攻めるのとかは好きじゃなかったけど、ボールもらってゴール近かったらすぐゴール入れてました。そう、だから本当に得点率高かったんですよ、バスケだけは。けどそれ以外はマジで本当に使い物にならない、ただのもうちっちゃいやつって感じだったけど、そうでも足もね、それなりに速かったから走ってはいたけど、ルールが分かんないからそう走ってた。シュート得意だったけど、小学校のゴールとか多分めっちゃ低いじゃないですか、多分誰でも入りそうだけど、中学校とかはどうなんだろうね、高校とか難しそう。まあ身長伸びだからあれだけど、むずそうですね。
フォートボールってしてる。ああ、学校の授業でやりました。小学校かな。なんだっけフォートボールって。なんとなくわかるけど、わからん。なんだっけ。え、でもわかるよ。やったことある。体育の授業でね、やったフォートボールは。懐かしい。フォートボールってもうなんか何年ぶりに言ったかねってぐらいさあ、人間がゴールするやつか。あー、なるほどね。理解。懐かしい。エモ。めっちゃ面白くない？ポートボール。めちゃめちゃ面白い。かわいい。めっちゃ名古屋弁。嘘、喋っとった今。なんて言っとった。なんかさ、ステージ上だとあんまり食べないけど、人と喋ってる時はさ、めっちゃ出るけど、ステージとか立つとそこまで出んなーっていつも思ってる。ガネって言ってた。嘘分かんなかったわ。ガネって言ってた。マジか。無意識だ。まあでも自分がさ、方言喋ってると分かんないよね基本。でも名古屋弁別に可愛くなくない？可愛くないよね。なんかさ、可愛さのかけらもないよね名古屋弁。可愛くないでしょ。好きじゃないもん名古屋弁は。まだ30分らしいので、ちょっとそろそろ終わりたいと思います。明日ちょっと大事な日なので、明日は早く寝たいと思います。ではまた明日の配信で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。みんなサッカー教えてね、明日の結果。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。